アメリカみたいに企業名を胸につけないっていうのはどうですかっていうね、うん、あの一応お伺いを立てたわけですよ。大リーグのように、うん、あれがかっこ、かっこいいんで、うん、そしたら三木谷さんがそれいいですねって言ったんで、うん、このオーナーやっぱ若いから、いやその辺の頭の柔らかさ持ってるのかなと思って、うん、あれ実際にそれで楽天って入ってませんでしたか。入ってました入ってました入ってましたそうですよね強烈でしたね